なんでサイレント自己紹介してんだよ。よくねえよ。さん大好きな電気屋です。電気屋です。するねもう。いやもうね僕ね調べてきたわけですよ。5人いてじゃんけん負ける確率1人で相当少ないです。あ、そうなるほどね。もう大丈夫なんです。次はもうほぼ負けません。もう次はフラッグとかじゃないの。フラッグとかじゃない。出てきて6年前ぐらいしてたやん。ほんまかね。どっから出てくるのその時。5分の1だから。神様はいるよ。神様ついてるよ。だからじゃんけんの神様だけはついてないんですよ。何もうまくない。それ。まあということでね、買い物が決まってるんですよ。もうマック。お、マック。でターボさんのね、編集のプロなんですけど、プロが使ってる編集ソフトを使いたいと。だから練習用でマックが必要。調子乗んなよお前。練習用。ないじゃないですか。え？謙虚でしょむしろ。普通に考える。こいつの一言によって、俺らの30万がどっか行こうとしてる。まあそういうことで。調子乗んなよお前。自分で払えよお前。まあまあ確かにね。でもみんな使うわけです。まあまあそう。まあよりいい動画が作れる。そういやもう本当に多分すごくなるんで、ここからということでもうじゃんけんしていきましょう。ちょっと怖くなってたよ。今なってたよね。なってました。この一言でやばそう。先にね。最初グーじゃんけんぽい。マジで？え？10万円決定！うえ、ショッパイエー！測ったな！測ったか！測れねえ。お前がパーだし、俺ら負けるから。いや、まあそうだけど。練習は自分で頑張れってことだ。頑張れ！神様、お告げなんだ。え、マジで言ってんの？マジで。大体一発じゃないから、もう1回目はもうちょっと無なのよ。無すぎて俺ら反応遅かったもん。え、終わったの？多分やばい顔してると思う。はい。え、行きましょうか。ええ、待って、こんな。はい、行きます。何これ、マジで。じゃんけんはしたんですけど、あのお店だとちょっと在庫がなくて、わざわざ東京までやってきました。都内最高。でも、買うのは。決まってます。新しいバッグくれるのは嬉しいんだけどさ、全部俺のお金でしょだって。大丈夫です。今回も救済措置が。おっ、なんでしょう。出たー。30万円貯まる罰金箱ですね。人間的にダメなことしたら金入れるやつ。はい、なんと今回この短期間で7万円。特殊です。これはターボさんに今あげます。やったー、嬉しい、ありがとうございます。残りの20万ぐらいですね。いやでもやばいな。頑張ってくださいということで、ほんまじゃんけんでも運命変わりすぎだよね。だってもう一発で負けたから気持ちよかったもん。これも編集スキルアップして素晴らしい動画を作るためですので、喜んでくださいよ。ありがとうな。うん、ありがとう。おいよ、行くぞ、買おう、もう買おう。だって、行くぞ、買おう。遊戯王。でね、めちゃめちゃ生きてるな。生きてるな。躍動感すごいだろ。躍動感がすごい。買いますね。まあ、そうです。生きてるけど。見えますね。だよね。なぜそんな元気なんだろうってこと。もうね、30万がパッと飛び出すからね。しかもなんか服とかだったらさ、まだ自分のものっていう感じするけど、これだって教養になるでしょだって。それがちょっとね、いたたまれないよね。いやもう言い出しっぺだもんだって。向上心持っちゃってさ、編集やりてーとか言うから。ありがとうございます。何だお前。おかみか。ありがとうございます。いいおかみ。どう頑張っても定食屋のババアなんだよ。まあ料亭ではないよ。まだじゃんけん負けたら終わりだ。先週よ。まあとりあえず待ちましょう。待ちましょう。買ってきました。28万円です。そうやね。偽物じゃないの。悪いよこれ。隠蔽したかった。ゴリの書類入ってる。アップル。さんですね、これ。もう言わなくていいでしょ別に。黒ひげみたいな笑い方。出費がでかすぎる。おお。しかもアメ見せて見せて、本当に見せないと見せないんかい。本物ですね。洗いません。えこれでまた来月のカードがするもんだね。グッズの靴も買っちゃったしさ、やばいじゃん。言わない。君だけもう全然負けてなかった。確かに確率論的にもうどうせ当たるんです。そうやな。あ、そう、今回いい感じだったね。確率論きつすぎない。5人でやったら 20% でしょ。 70% ぐらいだ。間違いなくある。5人で俺が一番ラッキーだよな。そう考えたら俺割と勝ってるわ。言うお前誰？初心者マークじゃないの？親戚？親戚？シンプスの親戚じゃないです。親戚やん。親戚じゃん完全に。うわ、親戚じゃないでしょ。全然似てない。こんなのお前なんでそんな白い？ええ顔白い。嘘。顔白いいですよ。さあということで買ったのでここから編集グレードアップするということで。当たり前ですよ。やっぱりちょっとウキウキしたもんね。いやもうね、ウキウキしてますよ今。言うてね、とうとう SE スタジオがもうファイナルカットからもうアドビに移行する時が来たから、新時代の到来ですね。ファイナルカットの日本一と呼ばれたこのターボーさんがついにアドビに手を染めると。いやもうね、よりヤバい編集になっていくと。こぞって編集うまい人はアドビを使っていると、より専門的な編集ができるわけです。負けられない。負けられないんですよ。なるほど。いや最悪。それしかないですもんね。もうそれしかないから。いやもうでも大事です。長所を伸ばしていくっていうことです。応援してるぜ。ということでね、まあより一層頑張っていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。